それでは次回1月27日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は岡林勇希選手がブランド大使に就任、事業利益を寄付などご覧の内容でお送りします。この後20分からは1月のハッピーバースデー、25分からはハルルクッキング、30分からの特集コーナーは明和町制作番組を放送します。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。